はい、おはようございます。おはようございます。社長、今日は運動公園に来てもらいました。はい、何するか予想つきますかね。まあ、運動公園だから運動するんではないかと一応ね、運動できる格好では来ましたよ。まあ、昨今健康ブームということで、ウォーキングをして、まあ、健康維持を今回しようかなと思うんですけども、1000歩歩いてもらいます。わかりました。早速歩いてみましょう。はい、じゃあ行ってみます。お願いします。はい、スマホのでちょっと今日は歩数を測りますが、現在516歩、今朝ね、516歩歩いてます。ここスタートでウォーキングしていきたいと思います。さあ行くぞ。なんだっけこれ、いや意外にさ、昔からあったけど、創立満3周年未来の何、未来のアランクラブさんが寄贈した、ああこの輪竹内さん、この鳩持ってるんですかね。栄光シリーズ、どれが栄光の気なんですかね。これが、栄光のエネルギーを。すごいですね、なんか運動公園にこんな栄光が溢れてるとは思わなかったですね。栄光が溢れてる。陸上トラックをちょうど半分ぐらい歩きましたな。870。まあ先方に届かないと。まだ先方に届いてない。最初するとさ、思うんだけど、こっちに曲げたりこっちに曲げたりするじゃないですか。はい、あれがね、自分がこう曲げるのが、曲がるのが苦手な方向があるね。ついっていうか痛いね。痛いとこいっぱいあるよ。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。まあ、約1キロちょっとですか、うんうん、歩きましたけども、うんうん、無事1000歩を超えました。はい。1000歩歩いたんですけども、社長、消費カロリーってどれぐらいだと思いますか。1000歩歩いたんですよ。うん、1000だよね。はい、1000キロカロリー。70キロカロリーぐらいしか消費されてません。おにぎり1個にも満たないんですよ、これだけ。ね、これだけ歩いても話しても。基準をちょっとちゃんとこう体に入れていくことは大事ですね。基準をちょっとちゃんとこう体に入れていくことは大事ですね。はい、また次回散歩シリーズ。はい、さよなら。